吉風宮光には、大分県佐伯市出身でお車部屋に所属した、元大相撲力士。大分県立中津工業高等学校から、日本体育大学体育学部武道学科卒業。本名は、大西正嗣、愛称は、本名の、正嗣。身長177センチメートル、体重148キログラム、血液型は B 型。 現在は年寄り、中村。星座は魚座、絵とは犬年、趣味はイカ釣り、睡眠、パソコン、ボーリング、相撲の話、得意技あつき推し、尊敬する力士は、千代大会。最高位は、東関分け。Facebook と Twitter、Instagram を利用している。また、2015年11月4日付でブログを始めた。小学4年の時、巡業に訪れていた。 若花田の胸を借りたことをきっかけに、市の少年相撲クラブに入って、本格的な稽古を始めた。中学時代には、自己紹介で、将来は力士になると宣言していたが、高校に入学すると楽しんで、行うようなクラブで相撲を取っていたのとは違う、厳しい稽古に根を上げていったん、大相撲の道を断念した。冬はオフである、通常の相撲部と異なり冬にも、もう稽古する相撲部に、 なんでだよと口を漏らしていた。だが、ある時トイレに行った際に、雪が降った外の景色を見て、自分の選んだことであって、先生の顔色を伺って稽古を行うのは違うと、目が覚めて真面目に稽古を行うことにした。日体大に入学した当初、大学卒業後は教員になって、相撲は趣味として続けるつもりであった。日体大三年時に展覧試合となった第51回。 全日本相撲選手権大会において、内田、下田らを破り優勝、アマチュア横綱のタイトルを獲得し、幕下15枚目格付け出しの資格を得た。アマチュア横綱になってからは、アマチュア横綱にふさわしい相撲を意識したため一時期、自分の相撲が取れなくなった。学業と学生相撲を優先し、卒業を待っての入門を希望したため、卒業が決まった後に小車部屋に入門し、 2004年1月場所に初土俵を踏んだ。幕下付け出資格の有効期限はタイトル獲得後1年間であるため付け出しの資格を失い、タイトルホルダーとして初めて前相撲からの初土俵となった。もし力士にならなければだいぶに帰郷して教師になっていたと、三宅海と正代とで行った2018年の定談で語っている。大相撲に進んだ理由として、 アマチュア横綱になってから自分を見失ってしまい、このままでは、相撲が嫌いになりそうであったと後に2018年の記事で明かしている。新弟子時代に、ちゃんこ版を行っていた時、冷たいひき肉を混ぜるのが苦痛であったと後に、語っている。小柄であったため周囲は、各界入りに反対することがあったが、各界入り後1年で相撲に対するもやもやが、なくなったという。それでも、 順調に番付を上げていき、2004年3月場所には、序の口優勝、同年、9月場所には3段目優勝し、2005年7月場所に重量昇進を果たす。大分県からの新重量は、2003年3月場所の書き添え以来、重量は3場所で通過し、2006年1月場所に、当時史上2体のスピード出世で新入幕を果たした。大分県からの新入幕は、 2003年9月場所の書き添え以来。しかし、その場所は初日からの4連敗もあり、5勝10敗と大きく負け越し、幕内との実力差を痛感させられた場所となった。翌、3月場所は重量陥落が確実視されたが、東重量8枚目で11勝を挙げ新入幕が有力視された劉方や、東全頭十三枚目で四勝十敗一9で、 西十両四枚目まで番付を八枚半も落とされた、土地坂エらをよそに、番付加工を三枚にとどめ幕尻の西十六枚目に、残留、その場所は8勝7敗と、幕内初の勝ち越しを決めた。翌、五月場所も9勝6敗と勝ち越したが、それ以後は幕内と十両の往復が続いた。2007年7月場所以降は幕内に定着し、 9月場所では幕内では自身初の2桁勝利となる10勝を挙げたが、翌11月場所は4勝11敗と大敗を喫し、その後も1年以上は幕内界に停滞していた。突如開眼したのが2008年11月場所で、この場所はよりでも押しでも前に出る攻めに力があって、千秋楽まで3敗で優勝争いに絡んだ。こと正義区には、 力及ばず破れはした者の,の11勝4敗で、初の関東賞を受賞した。その好成績で、翌場所は、自己最高位を大幅に更新する、西前頭2枚目になり、その場所は6勝9敗と負け越したが、初日に、新大関、春間富士に勝利したり、結果的に破れた者の,の横綱、朝青龍を土俵際まで追い詰めたりするなど、初の上位で大健闘とも言える活躍を見せた。 また、相撲界においてはスマートな方で、軽量かつ金星が取れており、性格もはにかみで気品がありかわいらしい顔立ちから、女性ファンを徐々に増やしていった。2010年に起きた大相撲野球賭博問題では、野球賭博に関わったとされ、特別調査委員会から名古屋場所での近親球場を勧告されたが、相撲協会は処分の最高委員会に求め、その結果、 掛け金が少額だったとされ、最終的に禁止処分はされずに、7月場所への出場は許可された。しかし、その7月場所では5勝10敗と大きく、負け越してしまった。2010年9月場所は、初日から7連勝と好調で、終盤まで優勝争いに絡み、11勝4敗で2度目の関東賞を受賞した。翌、11月場所は、 東前頭5枚目で8勝7敗と幕内上位で初めて勝ち越した。2013年9月場所は2010年9月場所以来となる初日からの連勝を記録したが、右手夕張骨張り骨折により11日目から休場した。翌11月場所は休場明けで序盤は苦しむも地元の応援を背に先週楽の取り直しの一番を制して8勝7敗と、 勝ち越した。2013年12月16日、同年2月に定年を迎えた元関分け、藤桜が所有していた年寄り株、中村を取得した。これまで、高佐護一門の所属であった、中村は、二所の関一門に移った形となる。2014年1月場所は受賞後輩と2010年、9月場所以来となる幕内二桁勝利の好成績を上げた。翌、 3月場所は、東前頭4枚目まで上がり、大関、木瀬の里を撃破するなど検討し、10勝5敗と2場所、連続の2桁白帽子を挙げ、3度目の関東賞も受賞。この活躍で、5月場所は、新三役に昇進した。新入幕から所要49場所での、新三役は、史上4位のスロー昇進であり、32歳1ヶ月で、新三役は、 昭和以降8位の高年齢昇進となった。大分県からの新三役は2004年3月場所の書き添え以来。その場所は6勝9敗と負け越したが、横綱、春馬富士を破った。西前頭2枚目まで下がった翌7月場所も7勝8敗と負け越したが、横綱、春馬富士を2場所連続で破り、 初金星を史上最年長の32歳3ヶ月27日で達成。翌、9月場所も7勝8敗と負け越したが、に横綱に大関を破った。春馬富士戦では、相手の反則負けによる勝利だったが、鶴竜戦で通算2個目の金星を獲得。西前頭4枚目で迎えた翌、11月場所は3日目の取り組みで負傷。四日目、日本相撲協会に、 左大体4頭筋不全断列で約1ヶ月の治療を要するとの診断書を提出して休場。7日目まで休場していたが8日目から再出場。東全頭8枚目で迎えた2015年7月場所は6年間負け越しが続いている弦が悪い場所だったが11日目に7年振りとなる勝ち越しを決める。さらに12日目の千代大流休場による 戦勝を得た幸運も手伝って13日目まで優勝争いに残り、千秋楽も二横綱に大関を破った関脇、土地王山を出足で圧勝。過去二度あった十一勝を上回る十二勝三敗の高成績を挙げ、四度目の関東賞を受賞した。三役復帰を目指す西前頭筆頭に番付を挙げた九月場所は、二日目、白鵬を三日目には、各竜の両横綱を破り、 2014年7月場所の前頭3枚目、大砂嵐以来、戦後17人目2日連続の金星を挙げた。ちなみに、白鵬、春間富士、各竜と現役三横綱全員から金星獲得を果たしたのは吉風が初めてである。また5日目こと将棋区、6日目には、豪栄道の両大関も破り、2014年9月場所に続いて、 平幕で史上初の2度目の2横綱に大関撃破を果たした。この場所は終盤の5連勝もあって、最終的に11勝4敗と3場所を連続で2桁勝利を挙げる活躍を見せ、主勲賞と技能賞を W 受賞した。小結に復帰した11月場所は8勝7敗と2桁勝利には届かなかったものの2場所を連続2度目の技能賞を獲得した。 翌2016年1月場所は、新関脇に昇進。大分県からの新関脇は1957年、1月場所の玉の会、1998年、7月場所の千代大会以来戦後3人目。新入幕から59場所かかっての新関脇は、兄弟子の竹風に次ぐ、史上2位のスロー記録であり、33歳9ヶ月は、 戦後6位の高齢昇進となった。この昇進を受けた会見で、師匠のお車は、私は早く現役をやめたが、弟子はじっくり育った。両方味わえて、幸せと満足そうに語っていた。この場所は、横綱から、星は上げられなかったがに大関を破り、先週楽に対戦成績5勝12敗と分の悪い、土地の心を寄り切って、勝ち越しを決めた。3月場所は、 東関分けとして臨んだが、大関以上から2勝を挙げたものの平幕力士相手に、星を取りこぼすことが多く、4勝11敗に止まった。7月場所では5日目の一の乗船で、右目のまぶた付近を列勝し、報道上で、独眼流と呼ばれるような状態になったが、横綱、春馬富士から金星を挙げ、主勲章も獲得した。安国神社法の大相撲を土俵入りする吉風関。 靖国神社法の大相撲、吉風関の相手は、小宝山関2017年3月場所は10日目に、角竜と対戦。まず、激しく突き起こし、左を刺して懐へ飛び込んだ。角竜には引き技があることを頭に置きながらも攻め手を緩めず、土俵際で懸命に回り込む横綱を逃さず、頭もつけて、しっかりと密着。そのまま寄り切って、金星を獲得。 勝負の後のインタビューで吉風は、ここ数場所は叩かれて負けていた。止まったら、あの叩き食う、一呼吸も置かなかったのが良かったとコメント。土俵下の藤島審判長も元気いっぱいの相撲20代前半の動きだと叩いた,た。この3月場所は3日目からゾーンに入っており場所の記憶がなかったという。4月8日の春巡業藤沢場所では、 藤沢場所名物の幕内力士トーナメントで優勝を果たすなど好調を示した。本人はこれに関して、トーナメント形式の取り組みでは、日体大,大時代にアマチュア選手権で優勝した時以来かなと笑顔を見せた。5月場所は1年以上ぶりとなる3役に復帰。初日に、稀勢の里を破って、検賞金54本を獲得。その取り組み後、この相撲で納得できないといえば、 横綱に失礼。150点です。検証54本今日は母の日なのでカーネーションを500本買って帰りますと、コメント。14日目に勝ち越しを決め、場所成績は8勝7敗であったが技能賞を獲得。本人は2横綱1大関に勝っていたから主君賞かと思っていたが嬉しい。また、上で取れるので来場所が楽しみとコメント。 7月場所は東小結びで迎え、初日にいきなり春間富士を破ると2日目には豪栄堂を撃破。4日目の閣流は不戦勝として開幕からの連勝を4とした。しかし5日目に白鵬に破れるとここから4連敗。しかし9日目に高安を破り、これを含めて5連勝とし、一気に勝ち越しを決めた。先週楽では勝てば2場所連続となる。 技能賞の受賞がかかっていたが、優勝争いの一角である青い山に敗れてそれは、ならなかった。それでも、不戦賞を含めに横綱に大関を破る活躍で9勝を挙げた。35歳以上で三役に上がり、2場所連続で勝ち越したのは、1959年1月場所の玉の会以来戦後2人目。2017年9月場所は、初日から不調で4連敗。 しかしその後復調し8連勝で勝ち越しに成功した。14日目に6敗目を喫するまで優勝争いに加わっていたが、終わってみれば8連勝以外は全て黒星で8勝7敗。星取りも典型的な面相撲であった。この場所で35歳以上で3役に上がり、3場所連続で勝ち越したという史上初の記録を達成し、同時に4度目の技能賞を獲得。 関分けで4連敗スタートから勝ち越したのは、戦後の15日成果で5人目。過去の4人は、その後大関に昇進している。11月場所前、双子山は上位陣が大量に休場しているのに8番で受賞は甘いと論評しており、双子山は個人的には、吉風と同じファイト相撲の千代の国も急勝をしましたし、見ていて面白い相撲を取りますので、 受賞して良かったような気がしますと意見を述べている。2018年1月場所は東前頭2枚目の地位で土俵に上がり、先場所に続いて白鵬に土をつけた。これに関して記者から白鵬キラー襲名ですか、とコメントされた。しかしそれ以外は良いところがなく4勝11敗と上位の壁に阻まれた。ちなみに、 白鵬に対して、関和経過の力士が連勝したのは、天、マ、稀勢の里、角竜、豪栄道、琴将儀区に続き、史上6例目。翌、3月場所は、この2年半で、最も番付が低い西前頭7枚目まで番付を下げたが、序盤から星が上がらず、連敗中の9日目には千代の国を破って、連敗を読んで止めると同時に、通算600勝を、 自身の誕生日に決めたが、そこから持ち直せず11日目に、負け越しが決定。しかし、そこから4連勝として負け越し一つに止めた。9月場所は、この場所の関は結果では最高成績となる11勝を挙げ、推薦自体は無条件でされたが、選考委員の過半数を得られず、受賞はならなかった。この場所は、大相撲史上初の3勝すべて該当者なしの陳治であり、 当の吉風は、前頭15枚目に番付を下げ、これくらい勝って当然という評価。逆に、ありがたいと、前向きに受け取った。2019年6月、故郷の大分県佐伯市での合宿中、同市の PR 企画に参加した際に、軽流で右膝を痛めて、緊急手術を受ける。東前頭11枚目で迎えた、直後の7月場所は全休となり、 9月場所では西重量7枚目となり12年ぶりの重量陥落となった。9月場所でも初日に右膝前十字人体損傷、右膝骨神経麻痺などの診断名で現在リハビリ中であるが今後の追加治療や治療期間に関しては現時点では未定として休場届を提出。このまま出場がなく全休で終わった場合には11月場所では幕下に 転落することが確実な情勢となり、身体が取り沙汰されていた。吉風本人は、9月場所4日目に、師匠の小車に電話で、現役を引退したいと伝え、これを受けて5日目の9月12日に、日本相撲協会に引退届が提出され、同日の理事会において、吉風の年より、中村周明が承認された。師匠の小車は吉風が、土俵で散りたかった。 親方の前で引退を報告したかったと無念の思いをとろしていたことを明らかにしている。2020年10月、責任は死にあるとして5億円弱の賠償を求めて、提訴11月に初公判が開かれた。2020年10月3日に自身の引退相撲が予定されたが、同年3月27日に2019、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、 延期を検討する意向を公表した。同年9月1日、アスリートのセカンドキャリアを支援するために発足した一般社団法人アポロプロジェクト設立の記者会見にリモートで参加した。同団体が2021年1月から展開するアスリート向け教育事業に一期生として参加し、人材育成講義を受講する予定であるという。 基本的に機動力を生かした突き押しを得意とする。若い頃は、出足が鋭く、勝ち身が早かったが、ベテランの域に入ると、出足が若干驚え引き技を交えるようになった。とはいえ総合的な動きは年齢を感じさせないもので、あり、2014年3月場所前の座談会では、大志のブが、僕らの時代のことに色揮きのようなタイプかな。 突っ張ってスパッと相手の懐に入る相撲を取りますね、と評している。2016年11月場所前の座談会では、中立から、周りが大きいから、吉風のスピードについていくのが大変なんだろうけど、中に入り方も一連の流れを持っているよね。普通、左を刺したい時は、右から張っていくんだけど、彼は、左で張って潜って、左を刺すからねとその異能ぶりを語られた。 2015年12月に出演したラジオ番組で得意技を聞かれた際に本人は当たっていくけど大樹のような推しではない。藤桜のような月でもない。相手の力を利用しながら縁の外に出す。足の裏以外をつけることです。そう言ったらアドリブだねと言われた。それなんです。自分の得意技はアドリブ。喋っても型がないからすぐ脱線しちゃうしと回答している。 上下の動きやフェイントを駆使した月押しでも知られており、2017年1月場所前にお笑い芸人が集まって行われた座談会ではビッグスモールーンのチロがトレーニングをやってないとああいう動きはできないでしょうと評していた。同年3月場所前のこと2式の論評では、千代の国とまとめてただ動き回るという印象の相撲ですと言われ、同時に吉風も 激しい相撲を取るので観客は湧きますが、いつも顔に怪我をしています。相撲の上手い人はまず顔に怪我をしないものですと厳しい評価を下されている。組むこともあるが、左差し右押っつけが、吉風十分であり、2017年3月場所13日目に行われた高安戦の取り組み後にも、左を刺されたら勝てない。それだけを頭に入れていた。 突っ張られても気持ちには余裕があったとがっぷり四つになると弱いことを自覚するかのようなコメントを出していた。年齢を重ねてもあまり前に落ちにくい力士であり、2015年11月場所4日目の取り組みで立ち合いから白鵬が張り差しに行ったところ右手が偶然後頭部に当たってそのまま右に動いて叩き込みで吉風を破った際、白鵬は何とも言えないけど、 結果的にそうなってしまった。申し訳ないと言ってもねとっさじゃないし、あんな落ちる力士でもないしね、とコメントしていた。2017年5月場所場所前にはふくらはぎを痛めたが、その影響を考慮して、左四つ、右四つけの取り口にした結果、その技術が評価されて、技能賞を獲得している。 ある時知人の結婚式で1993年1995年の二度アマチュア横綱になった菊秋弘に僕は先生の相撲を参考にしています。相手の懐に入った時にはどういう意識で攻めていますかと助言を求めた際に俺は全部釣り落としに行っていると言われ下手投げ中心の相撲から釣り寄り中心に取り口を改造しデッドリフトで それに必要な筋肉を鍛えるようになった。ベテランの域に入ってから力をつけていったことに、関して本人は、例えば、ボディビルのチャンピオンは、40歳前後の人が多い。それに比べたら、まだまだ若いじゃないですかと表現している。2017年7月場所前のコラムで舞の海は、白鳳戦での取り組み運びに関して、吉風は、ただ当たって押し続けているだけではなく、 突っ張りながら相手の出方をよく見ています。がむしゃらに来られるより、そういう相撲を取られる方が横綱としては脅威なんですと評価している。2018年の記事では稽古場では弱く、そもそも稽古をしないと冗談めかしながら話している。同年の別の記事では、365日のうち10日間と1年のうちに稽古している日を答えており、 自分の稽古よりも指導をすることの方が多いという。30歳を超えても激しい筋力トレーニングをこなす一面があった。ベンチプレスのセットは 80kg8 回、120kg4 回、150kg2 回、170kg5 回以上を3セット。デッドリフトのセットは 120kg6 回、180kg4 回、200kg2 回、220kg4 回を2セットであった。 筋力トレーニングのメニューは本人曰く本当は誰にも教えたくないものであるそうであり引退後にメニューの詳細が初めて大やけにされた引退後本人は30歳を過ぎてから333435歳の時は若い時のように毎日相撲を取る稽古は行わずにトレーニングばっかりやっていたトレーニングをやっていれば 体は動くと勝手に仮説を立てていたと後悔を口にした一方でたくさん稽古をして成績を残すということに疑問を抱いていた。晩年は若い人と同じ稽古量はできないなと思っていた。実際に自分が若い時の100分の1ぐらいの量だったけど質は高めましたと現役時代の経験や考え方を明かした。ありがとうございます。